ラブドウイルス化とは、ウイルスの分類において、モノネガウイルス目に属する位置化。動物ウイルスではそのビリオンは銃弾型の形態をし、エンベロープに包まれている。ラブドウイルスの名前はギリシャ語で棒を意味する、ラブドウスに由来する。ゲノムは一本差 RNA。赤血球凝集性を有する。ラブドウイルス化の有名なウイルスとしては、狂犬病ウイルスがあり、このウイルスは、 ほとんどの温血動物に感染し、人の場合は発症すると、ほとんどが死に至る。宿主域は非常に広く、動物及び植物に感染するものが知られている。昆虫などにより媒介されるものも多いが、脊椎動物と植物とで共に感染するものはない。多くのウイルスは L、G、N、P、M の個種の遺伝子を含む。多くは、 宿主細胞の細胞質で増殖するが、植物に感染するニュークリオラブディバイラス属だけは細胞核で増殖する。RNA の転写と複製には L と P が必要である。転写は遺伝子ごとに行われ、細胞のものと同じ形のメッセンジャー RNA となる。ビリオンにはカプシドを作る N エンベロープの膜タンパク質 G。 これらをつなぐ M の3種類のタンパク質が含まれる。ありがとうございます。